プラットホーム、福島駅は、大阪府大阪市福島区福島7丁目にある、西日本旅客鉄道の駅である。駅番号は、JRO12。駅シンボルフラワーは、柿椿である。当駅には、大阪環状線のほか、東海道本線支線が乗り入れているがホームがないため、同線経由旅客列車は、当駅に停車できない。同線の線路は西九条駅で、 環状線の線路と接続しているが、東海道本線の支線としては当駅が終端で、当駅西給上駅間は大阪環状線の線像という扱いである。近接して JR 東西線の新福島駅が存在するが、相互は乗り換え駅とはみなされておらず、当駅を介した運賃通算の制度は設けられていない。旅客線のみに、 島式一面二線のホームを持つ高架駅になっている。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。改札口は地上にある。西九条駅が管理している直営駅であり、アーバンネットアークエリアに入っている。また、JR の特定特市内制度における大阪市内に属する駅である。当駅に停車する山和寺快速と、 区間快速が直通する関西本線の郡山駅の同盟駅と同じく東北本線にある福島駅と区別するため切符には福島と印字される愛国家の利用が可能である大阪環状線改造プロジェクトの一環として2015年3月22日から窓か広市の無双毛が発車メロディとして使用されている大阪環状線が周回運転することと 歌詞の、回って回って、にちなんでいる。2019年度の1日の平均乗車人員は3106人で、JR 西日本の駅の中では、第27位である JR1。1997年3月8日に隣接して、JR 東西線の新福島駅が開業した後は、乗車人員が減少し、その後横ばいとなっていたが、近年は増加傾向にある。 近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。シティタワー西梅田朝日放送本社社屋、オフィスビル開発の進む東島西部や中野島西部への便が良いため、JR 福島駅、JR 新福島駅、阪神福島駅を利用する通勤客が増加している。大阪式バス1973年8月17日、この駅において、 目の不自由な乗客が誤って、ホームから線路に転落したところ、侵入してきた電車に跳ねられ、両足切断の重傷を負うという事故が発生した。当時、同駅には電磁誘導ブロックが設置されていなかったが、このことについて、当時の国鉄に駅ホーム施設の設置、管理に不備があったとして、国家賠償法に基づいて、損害賠償を請求することが可能かどうかについての、 最高裁判所の裁判例がある。この訴状を契駅に、全国的に駅への展示ブロックの設置が普及した。西日本旅客鉄道大阪環状線、山和寺快速、関空快速、奇襲寺快速、快速大阪駅福島駅西九条駅、区間快速、直通快速、普通大阪駅福島駅の大駅東海道、本線貨物支線梅田信号場西九条駅、 出展、編集データで見る JR 西日本大阪府、統計年間。ありがとうございます。